興奮そのままで、ね、情報局をねクリスタル本当にたくさんのいろんな方がねいらしていただいて嬉しいですね。やっぱりさ誰かのためになんだよキリンさんはね、間違ってない私たちの言ってることはね、本当誰かのためにだとやっぱりねあのものすごく頑張れるんだよね。そうなんですよ ねみんながそうしたら誰かは私のためにやってくれるわけだからね、それでよしだよね。本当に確信しました。またメダル作るんでしょ、ほらオリンピックに向けて。そうだ、七色の、ね、そっちが先だわ。そうですね、よく覚えてたね。一応なんかタスクノートに書いてあるから、ね、心のタスクノートその次はチャンピオンベルトだね。そうですね、いや感動した、元気もらった、ね、本当に、うん、頑張ってほしいです。チャンピオンだけじゃなくみんないろんなことでほら頑張って、うん、クリスタルではその成果をさ活動のことだったりとかをコンシェルさんとかね、うん、情報素敵情報ここで、ね、お伝えするじゃない、うん、それがきっとああんなことでも仕事になるんだだったりあんなことも頑張れるんだなだったりそういうきっかけにもなるじゃない。本当ね、失敗談だって私たちほら平気で話すからさあの人も失敗してまたそれで立ち、ね、上がったんだなとかさ、いいんだな、ねなんとなくほら、偉い人や立派な人がクローズアップされることっていっぱいあるんだけど、うん、そうじゃなくてその途中頑張ってる人たちがね、うんすごくみんなのなんだろうな勇気のねきっかけになるのよ、ね、あんまり成功の人ばっかりだとさ無理かもって思いがちじゃない。誰もが人生の主人公ですからそうそう本当そう思い出たないや本当そう思います。でもそうなのよ、ねね、だってほら自分がまず中心になってそこに自分のなんていうかな、うん人生を進んでいくためのいろんな登場人物がいるわけだからね、かぶってる場合もあるけど、うん、こっち側とこっち側右とね左だったりするからね、素晴らしいわ。さあそして、はい、情報局お伝えすればクリスタルカレンダーができまし た, ました2017年度ねねうさんいっぱいおもちゃ箱をひっくり返したようなカレンダーですので、うん、いろんなところのお楽しみがいっぱいありますのでぜひぜひこれからイヤザリアのあちこちに配りに行こうかなと思う ねパン屋さんだったりお蕎麦屋さんで見るかもしれない。いいです ね, ねカレンダーと一緒にパチリ写真もぜひ投稿していただけるとそうそうウーさんと一緒ねウーさんと一緒という写真館がねあってね、はい、絶賛、ね、ワンちゃんたちが頑張ってます、ね、そう人間もありですよ